ああ、ようやく来た。遅いぞ。ずっと待ってたんだからな。これから試合なんだからよ。早く来いよ。あ？試合。言ったろ。潰れた牛船の跡地で、前に果たし状を送ってきた隣町のやつとやってやんのよ。まあ心配すんな。こんな日のためによ、俺は毎日トレーニングしてるから。お前も俺の喧嘩見たいと思って、特等席も用意してあるから。何？あ？もう、別れたい？おいおい、どういうことだよ。喧嘩ばっかで、いつまでも言うこと聞かない。いやいや、そんな冗談だろ。だってお前、喧嘩する俺のこと見て好きになったんじゃないの？俺は、絡まれてる時に助けてくれたから。でも、別れたいっていうのはいくらなんでも言い過ぎ。だって、結婚するって誓い合ったじゃねえか。待て。待ってくれ。こんな急なことあるかよ。お前はさ、俺のことも嫌いになったの？職場に？何？いや、男が多いのは知ってるけど。はあ？たくさんの人からアプローチ受けてる。そんなの知るかよ。意味わかんねえ。彼氏持ちって知ってるくせに、全員今からボコボコ。そういうところ。じゃあどうしたらいいんだよ。どうしたら、お前は俺と結婚してくれんだよ。喧嘩やめて真面目になる。いや、それはさ、もう趣味というか生き方っていうか、男としてこう、なんつんだろ。おい、待ってくれよ。やっと見つけた。今日は雨降るって予報だったから、それまでに見つけたかったのに。もうびしょびしょじゃねえか。あ？喧嘩はキャンセルした。今頃、逃げたとか、ダセとか、いろいろ言われてるだろうけどよ。もうそんなのいいんだ。それより、行きたい場所があったから、全速力で行ってきた。お前も、こうやって外でずぶ濡れになってるってことはよ。俺と別れたくないんじゃないのか。俺が嫉妬深いの知ってて、他の男の話とかもしてみせたんだろ。もう分かったよ。俺、お前と一緒にいるためなら、人格だって、人生だって変えてやる。ただいま。
おう、上がって。我慢してたからこれ役所行ってもらってきた。俺さ、お前と結婚したいから喧嘩やめる。別れたくないし、ずっと一緒にいたいし。それじゃ不満か？そんなのすぐに信用できない。じゃあ一緒に暮らそう。お前がそばにいて、俺のことずっと見てろよ。喧嘩する隙もないくらい、お前と一緒にいる。なあ、悪い連中とのつながりも全部切る。だからお前も、他の男のアプローチがどうとか、他にいい人がとか、そんなこと言うな。でも、もっと真面目な人もいるし、って、冗談きついぞ、こら。俺より優秀な奴はいても、俺よりお前を愛する奴はいない。っていうこと。うるさい。もういいから、じっとしてろ。お前がずっと玄関で、ぐだぐだと足踏みしてるからだ。そんで、どうするんだよ。答えは出たのか。髪濡れてる。早くシャワー浴びないと、風邪ひいちゃうぞ。ん？で、そう。今すぐ書く感じ。当たり前だろ。心の準備なんて、俺はとうにできてる。付き合い始めた時からずっと、お前のことしか見てないし、お前を世界で一番愛してるからな。でも、今までの俺は、自分のことを変えようとしなかった。ありのままの俺のことを、お前が受け入れてくれるはずだって、心のどっかで思ってたんだろうな。甘えてたんだ。情けねえ。愛するために変わる。体よりも心を磨く。いとも簡単にお前のことを包み込んでさ。よそなんて向かせないくらい。職場の男になんか行かせないくらい。幸せにするって誓うからよ。だから、一生そばにいろよ、こら。あのよ、ここにお前を呼び出したのは他でもね。なんでかわかるよな。なんでわからねえんだよ。鈍感なやつ。イケてる男子が学校で放課後に女を呼び出すっつったらよ、答えは一つしかねえだろ。あ、そうだ。決闘だ。ってそんなわけないだろ。お前、俺を何だと思ってんだよ。
なあ、もう。おとなしい面してボケたこと抜かしやがって。俺はそういうところが。俺は、お前のそういうところが。おい、携帯鳴ってんぞ。タイミング悪っ。なんだよ、そんな青ざめた顔して。何かあったのか？あ、おいおい待てって。なんだよ突然。今は俺との約束の時間だろうが。俺はお前と会うためだけにわざわざ学校まで来たんだからよ。理由くらい話せや、こら。ん？お前、震えてんのか？なんだよ、誰からの連絡？スマホ貸せ！あ？なんだよ、ただの道倉の女じゃねえか。何よ、そんな。おい、このメッセージの内容、お前もしかしていじめられたりしてんのか？だってこの内容どう考えたってお前のことバカにして、てか金持ってこいって。おいおい、なんつう陰湿な。あの女のことはよく知らねえが、普通に気の良い明るい奴に見えたんだが。え？おい！んなもんばっくれろよ！行かなきゃって、ちょっと！ったく。おーおー、案の定いじめのリアルな現場に遭遇したな。おい、何してんだお前ら。女のくせにだいぶ暴力的じゃねえか。んだよ、ヤンキーが喧嘩止めちゃまずいのかよ。こんなもんは喧嘩って言っちゃいけねえか。喧嘩ってのは怠慢でするもんだ。さっさと手離してどっか行けや、こら。二度とこいつにちょっかいかけんじゃねえぞ。雑魚どもが生きりよかった。おいおい、なんだよしゃがみ込んで。泣くなよこのくらいで。はあ、お前いつからあんな扱いされてたんだよ。いい加減泣きやめよ。泣いてる女見るの好きじゃねえんだ。ほら、ティッシュやるからさ。お前がいじめられてるなんて全く知らなかったし、俺に相談くらいしろよ。
もう。よし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 。おい、泣きすぎてよく聞き取れないから、なんだ？ん？迷惑かけたくなかったから。んなもん気にしなくていいっての。別に迷惑だなんて思わねえし、お前からは頼られてえもんだよ。そりゃそうだろ。好きな女からいつだって頼られて。ちまった。まあいいや、俺はお前のことが好きだって。おい、なんで聞いてねえんだこら。なあ、もうムカつく。マイペースなところも好きなんだよ、このバカ。なあ、もう勢い余ってこんな体勢になっちゃったじゃねえか。どうすんだよこれ。お前が人の話聞いてないからだぞ。そんな風に抜けてて、歳だから。だから、人からいじめられたりすんだよ。舐められてんだ、お前。でも、変わってほしいとは、俺は思わないよ。そういうお前のことが俺はすごく魅力的だと思うし、好きだからな。お、やっと通じたか、こら。もう目離すなよ。すぐに意識とか言っちまうんだからよ。これからは俺が守ってやる。だからよ。俺と一緒にいろよ。後悔はさせねえ。お前のことだけを、一途に見続けるって。誓うからさ。おい、保健室にいるって聞いたけど、怪我でもしたのか？なんだよ、慌ただしそうに。授業終わったんだから早く帰ろうぜ。何？それ人？ああ、看病してんの？って、なんでお前が？たまたま廊下で体調悪そうにしてたからって。そいつ男だよな。ここまで連れてきたら十分だろう。先生呼んでくるから引き渡そうぜ。ん？途中で帰ったらかわいそう。お前な、大丈夫だって。ただの風邪だろ？男なんだし一人で帰れるっしょ。なあ、お前。てか、一人で帰るって言え。ほら。言わなきゃぶち殺すぞ。何？
なんで俺が怒られるんだよ。いつも俺にはそんな優しくしてくれないくせに。なあ、もう分かったよ。気分悪いから外で待ってる。やっぱ二人きりにはさせられねえからここにいるわ。あ、親が迎えに来てくれたみたいでよかったな。とっとと帰れ。二度と彼女に近づくんじゃねえぞ。看病されたからって変なときめき起こしてたら心臓もぎ取るから。じゃあな。はあ、ようやく終わった。ん？おい。なんで何も言わず荷物まとめようとしてんの？待て！あ、ほら、なんつうの？最終的に俺もいろいろ手伝ってやったろ。変えたくもない男の汗まみれのシャツとか変えてやったし。お前に触らせるわけにはいかなかったからな。あと、殺されたくなかったら元気になれって熱い応援もしてやった。ここまでしたんだからさ、俺のことちょっとは褒めてくれてもいいだろう。え？失望した？ちょっと待てって。失望ってなんだよ。なんでお前がキレてんの？体調悪い人に優しくできないなんて最低。いや、それは、普段は俺だってもっと優しくできんぞ。ただ、お前が他の男をベタベタ触ってんのが気に食わなくて。え、命が関わってたらどうするのって、そんな大層なもんじゃなかったろ。こら、話が飛躍しすぎなんだよ。だからその、なんていうか、俺も悪かった。だから許してくれよ。喧嘩したいわけじゃなくて、分かってほしいのは、俺はただお前と一緒に帰りたかったっていうのと、お前を独占したかった。ただそれだけで。今日は一人で帰る。わかったよ。おう、上がってくれ。何びっくりしてんだよ。だから嘘じゃねえって言った。俺も熱出しちまったんだ。お前言ってたろ、体調悪い人は放っておけないって。じゃあ俺も看病しろよ。わざと？別にそんなことしてないし。ただ、風邪ひいたらワンチャンラッキーだなと思って、全裸で冷房ガンガンにして、野菜食わず、睡眠取らず、免疫力下げまくっただけだ。つまり、たまたまだよ、たまたま。
ちょっとやりすぎちゃったかもだけどよ。いや、40度くらいかな。病院行ってないからわかんないけど。まあ、普通の風邪ってことでいいだろ。それより、これで一緒にいてくれるよな。俺は、今はそれが何より嬉しいんだ。おい、お前、いいからこっち来いよ。そんなとこ座ってないで。看病してくれるんじゃなかったのかよ。この前のこと、まだ怒ってんのか？あれは、ごめん。俺も悪かった。お前が他の男のことで必死になってんのが嫌で、つい、嫉妬が爆発しちまった。でも、どうやって謝ったらいいか分かんなくて、こういう荒技に出てみたつうか。本当にここまで悪化するとは思わなかったけどよ。これからはさ、お前が好きな俺に成り代われるように頑張るからさ。今はそばにいてくれよ。やっとくっつけた。布団の中暑いだろ。あんましくっつくとうつしちゃいそうだから、あと少しだけ。あんなに嫉妬深いと思わなかった。俺だって思わなかった。そうだ。お前が初めて飲んだ。お前が初めて愛を教えてくれたから。熱あるくらいがちょうどいいわ。多少ぼやけてないとさ、お前ちょっとかわいすぎるから。お嬢様、この連絡先の男に関してですが、殺しますか？いや、殺した方がいいでしょう。どう考えても。だって、お嬢様に対して、LINE で何してるって、不敬罪だろ、こんな。最近クラスで仲良くなっただけ。いや、死刑死刑。もう死刑確定だから。とりあえずこいつの住所を割り出して勝ち込みに行ってきます。なんすか？いや、俺、執事だし、お嬢様に危害を加えようとする輩を排除するのは、ただの仕事っすよ。喧嘩っ早い。あんたが俺を雇ったくせによ。すぐそういうこと言うんだから。な？他の執事に変えようかな。てめえふざけんなよ。
他の奴に務まるわけねえだろ。なんか頭痛くなってきた。お嬢様が怒鳴らせるからっすよ。こっちはこれから清掃の仕事か。ここどこだ。よう、お嬢様、どこだよ、ここ。ベッド。あれ、一体どうなったんだ。ぶっ倒れた。マジか。ガキの頃から体の強さだけは自信があったのによ。40度の熱？嘘つくなよ。てか、なんでてめえがわかんだよ、そんなの。あ？勝手に測ったのか？何してんだ？人の体にふざけやがった。これじゃ仕事できそうにないな。おいお嬢様、俺が見てない間に勝手に外出とかすんじゃねえぞ。他の男のとこにも行くなよ。さっきのフランクン何してる野郎とも連絡取れな。いいな、絶対だからな。とりあえず熱がしんどいな。確か解熱剤かなんかあったよな。あ、悪いな。持ってきてくれんの。ありがとう。解熱剤って、こんな色だっけ？おい、これで合ってんのか？ああ、そう。よいしょ。まあ。これで、しばらく寝たら良くなるだろう。これを機に、生活見直せ。はあ？俺が夜更かししてパチンコに入り浸ってること言ってんのか？やだよ。ライフワークなんだ。浮気っぽいお嬢様に、いつ首にされるかわかんないし。いざという時はパチプラに転身して。あれ？なんだこれ？体熱。40度とかいうレベルじゃなさそうなんだけど。頭がぼーっとして、体が燃えてるみたい。お嬢様、これ本当に解熱剤だよな。あ、お嬢様、これ、侵入者拷問用の媚薬じゃねえか。あって、どうすんだよ、このバカ。体が熱い。そこで何してんだよ。ちょ
とこっち来い。うるさい。こんな高熱で媚薬なんて飲んだら、理性なんて保てなくなって当然だろ。もういいよ。どうでも。一応あんたは俺の主だけど、頭ぼーっとして何も考えられないし、これを機に俺のものにしちゃおっかな。だってお嬢様いつまで経っても俺のこと見てくれないし、だからよ、力ずくであんたのこと。ダメだ。何も力入らなくなってきた。お嬢様のこと、好きだ。好きでたまらないのに、体が動かない。うるさい。あんたが変な薬を飲ませたんだから、効力が切れるまではちゃんとそばにいろよ。もう俺は動けないんだから。体もしんどい。こんなに苦しいな、久しぶりだ。勘違いすんな。苦しいのは胸。好きで好きで胸が苦しい。頭撫でていいぞ。許可する。早くしろ。お給料だけ渡して足りると思ってんのかい。いつもいつも。たまにはボーナスよこせよ。それでいい。な、お前ってこの屋敷出てくとか普段考えたりすんの？わからない。そうか。人間だからよ。独り立ちする時もあんのかもしんないけど、そん時はちゃんと俺を連れてけよな。お前のために何でもするぜ、俺は。その代わり、定期的にこうやって撫でてくれよな。ウィース、調子どう？元気？おう、俺はめちゃめちゃ元気。さっきも裏道の方で3人くらいのしてきたから。マジ調子いいし。てか、最近マジでさ、右ストレート強くなった気がすんだよね。夜中にこう見えてシャドウ練やってるからかな。さっきのやつ、すげえ鼻血出しててマジビビった。顔面に入れてやったからさ。あ、で、お前今日どこ行きたい？あ、金はないからさ、正直あんま行ける場所ないけど。ってことで、まあ、いつも通りそこの金梅公園で吹かすって感じでいいかな。まあ、あそこが一番落ち着くからな。じゃあ、とりあえず行こうぜ。行こうぜ。ん？おい、なんで動かねえんだよ。あ？
伝えたいこと？何？え？私、今のあなた、嫌い？お前、今なんつった？俺の聞き間違いだよな。さすがに嘘だよな。だってあり得るわけねえし。そんなの。さては噛んだんだろ。滑舌悪いな。もっとハキハキ喋れよ。うろうりとかやったら？おい。なんで本当にもう一回言うの？俺のこと嫌いって。意味わかんねえ。だって、俺たち付き合ってるよな。なんでそんなこと言えんだよ。え？耐えられない？ふざけんな！俺は確かに、お前と違って頭良くないし、学校にも行ってないし、真面目とは言えないかもしれないけどさ。でも、そういうの全部了承した上で付き合ってたんじゃねえのかよ。はわかった。お前パニックになってんだろ。久々に俺に会ったから。久々って言っても二日ぶりとかだけど。そっか、そういえば金髪に染め直したし、オーラすごすぎて緊張して、おい。ごめんなさい。今すぐ出てくれよ。ようやく出た。俺ずっと考えてて、お前に言われたこと。なんで俺のこと嫌いなんて言わせちまったのかなって。俺がお前の気持ち全然考えられてなくて、本当に未熟だったってのは分かってんだ。もしかしてお前、他にいいやつできたのかよ。だって、そうじゃなきゃおかしいだろ。っていうか、絶対にそうだろ。嘘つくなよ。一言だけ言わせてもらうぞ。そんな奴より、どんな奴か知らないけど、絶対に俺の方がお前のこと好きだ。本当だよ。じゃなかったら、こんな雨の中よ。お前のためにずぶ濡れで待ってないだろ。な、分かってくれよ。俺が自信あんのは、腕っぷしだけじゃねえんだ。俺は喧嘩が強いだけじゃなくて。
誰よりもお前を愛してる自信がある。いや、解かない。お前が軽率に俺のこと嫌いなんて言うからヒートアップしてんだろ。本当に愛されてるか、わかんなくなって。なんだそれ。じゃあそうやって言えよ。俺は不器用だから。今まで恋愛なんてしたことなかったし、わかんねえことだらけだからよ。デートでも絡まってばっかでごめんだけど。それでも愛してるから。だからもっと、俺と話せ。嫌いなんて突き放すなよ。話して話して話して、お前のことをもっと知ってよ。俺は正しく愛したいんだ。お前のこと。なあ。タオル、ありがとう。あと、俺のこと家に入れてくれてサンキュー。物壊さないでね。俺のことなんだと思ってんだよ。あ？暴力的。お前に暴力なんて振るったことねえだろ。こういうのは別に暴力って言わないだろ。まあ、もしお前に本当は他にも付き合ってる奴がいてとかだったら、その男のことはリンチ確定だけどな。なんて。お前のことよくわかったよ。お前は浮気なんてするやつじゃないよな。嫉妬してごめん。ん？な、意外と嫉妬し。おう、それが悪いのかい。心配性なんだよ、こう見えて。え？そういうあなたは嫌いじゃない。なあ、難しいな。もう何が正解かわかんないよ。もういい。今日は外出んのやめよう。この大雨だし。ひたすらお前と抱き合って、頭空っぽにして。すべてはそれから考えることにしようぜ。